こんにちは、長谷川さんです。今日はね、バラ咲きジュリアンの植え付けをして満開にする方法5選をね、伝えたいと思います。このバラ咲きジュリアン、花言葉は青春の喜びと悲しみという花言葉がついています。特性はね、寒さに強いので人気の花なんですが、暑さに弱い性質なんですね。特徴はね、ポリアンサに比べ、株や葉の大きさがコンパクトです。で、花の咲き方には一重咲き、八重咲き、バラ咲きなどがあります。花色も華やかなものからね、シックなものまであるんですね。とっても綺麗で可愛い花ですね。大好きな花です私。はい、今日はですね、一株植えようと思ったんですが、急遽ですね3株植えることにしました。この色が一番好きな色なんですけどね、その他にですね、なんとイエローも用意したんですね。イエローですね、これとっても綺麗な色なんですね。そしてなんとピンクも用意しました。もう綺麗なピンクだったらこれ買っちゃったやつ、まあ、追加でね、こういった花であります。はい、これを3株いっぺんに植えようかなというふうに思います。今日植え付ける鉢はですね、この鉢ですね、スタンド鉢ね、この鉢に植え付けて、直径20センチの鉢ですけどね、3株植えるとすごく入るだろうなと思ってですね、用意しました。早速ね、植え付けをしていきたいと思います。まず定番のですね、ヒューガの中枢部はですね、水はけがいいように入れるんですよね。すごく水はけがいいですね。そして土はですね、市販の培養土ですね、炭入り土を使います。炭が入っています。本当は炭が入っています。はい、土が入りました。これにね、植え付けの際に使うマグアンプってあるんですよね。マグアンプ、元これですね。これをね、混ぜて植え付ける白い流状テープですね。パラパラパラっと混ぜて植え付けます。で、まずね、イエローの花をね、植え付けていきたいと思います。まず根鉢から取りますね。まあ、こんな感じですね。まあ普通にそんな感じですけど、まあ下にちょっとね巻いてますから、下だけね、これ巻きかけてますから取ります。そしてここにね、虫とか病気とかいる可能性があるので、これ取りますね、一番上だけね。そして3株ですから、できるだけ端の方へね、こうやって植え付けます。はい、次ピンクです。同じ要領ですね。優しく入れていきます。回しながら入れていきます。
はい、そしたらね、あとは皆さんはですね、消毒をやりますね、消毒をやります。虫病気の予防ですね。まず蚊元からシュシュシュッとやって、で、葉っぱと花も一緒にね、虫病気が来ないようにしっかり消毒をしてくださいね。そして皆さんはですね、すぐ水をね、株元に優しく優しくたっぷりあげてください。鉢底からね、流れるぐらいにやったら植え付けの完了ということになります。で、引き続きね、満開にする方法5選を伝えます。5選の一つ目は何かというと栽培環境なんですね。このバラサキジュリアン、日当たりの良い場所で育ててください。で、光が足りないとね、花がつかなくなったり葉が黄色くなります。で、軒下であればね、屋外でも冬越しできますが、霜には弱くてですね、株を凍らせないようにしてください。2つ目、水やりです。開花中の水切れに弱いんですよね。で、しおれるほど乾かさないようにしてください。枯れてしまいます。で、水が多すぎるとね、根腐れするんですよね。で、鉢の表面が乾いたら水をね、たっぷりあげるということですね。これに注意してほしいなというふうに思います。3つ目、肥料です。開花中はね、肥料を定期的にやります。で、肥料が不足すると花芽をつけなくなるんですよね。ですから、肥料切れには注意してほしいなというふうに思います。4つ目、病気対策。花弁にね、褐色の小さなシミ状の斑点ができたり、茎や葉に灰色のカビが生える、灰色カビ病が発生するんですよ。で、対策としてはね、水やりを午前中に済ませるというのが一つのコツですね。また日頃から日当たりや風通しを良くしてね、予防してください。5つ目、害虫対策。新芽や茎、若い葉や葉の裏にね、くっついて、汁を吸って株を弱らせるアブラムシがね、発生するんですよ。で、対策としてはね、もう見つけ次第駆除するしかないんですね。害虫駆除ね、薬剤で駆除してほしいなというふうに思います。今日はね、とっても綺麗な、私とっても気に入ったのなんですけどね、個人的な見解で大変失礼ですが、このバラサキジュリアンを植え付けました。花咲かじいさんと一緒にね、満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中に私の似顔絵出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。